はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はね、ガオ2日目でございます。まあ今日はね、2日目ということで2戦ほど対決する予定でございます。で、その後ね、ちょっと寿司の対決があるんですが、3人1チームで戦う勝負で、一応ね、メンバー全員持ち時間が違うんですよ。うちのチームがエビマヨちゃんが15分で、5分経った後に僕が制限時間10分で解消し始めまして、早食いがね、得意な神山さんという方が5分で制限時間で寿司を食べるという企画でございます。相手もね、3人いるんですけれども、まあうちのチームはそんな感じのメンバーでございます。ネタがマグロ、サーモンで、ホタテに玉と、で最後にアナゴがありまして、これね、各24貫ずつ、お皿でいうと12皿ずつか。僕もね、10分でどれだけ食べられるかわからないんですけれども、まあ、全力でね、挑もうと思います。でこれがね、終わり次第カレーのね、1キロの早食いがあるみたいなんで、こちらもね、改めて動画の方撮影したいと思います。それでは勝負に参りたいと思います。みんなはゴーのタイミングで押すんで、スタートはみんな5秒前から押す。じゃあ3対3の寿司対決、ドリームマッチ開始します。5秒前、5、4、3、2、1、スタート。いいです、いいです。ああ、なんか一目見したら緊張で気持ち悪くなってる胸が。5、4、3、2、1。えい、はい、お、卵完食。はい。はい。よ。ナイス。ナイスコース、ナイスです。はい。行くまでにはこれ終わらせるんで。行きましょう。スタート。すべてのお寿司がテーブルに出ている状態なので、自分のものがなくなったら、サイドのお皿で大丈夫です。先に完食した方の勝利になります。残り時間2分です。残り1分30秒。あ、1分あるよ。いけるいける。ドラマチック。これいいね、いいチーム戦になった。いやいや最高だったよこの試合。はいということですね、結果の方がまあ15分以内で両者完食されたということなんですけど、今回はそれよりちょっと早かったガジュさん、山上さん、しのけんくんチームの勝利ということでおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。横で加わっていって最後結構序盤からやっぱ対面で山上さんとこうやってやってるので、シミュレーションをしてもらって食材がね足らないようにとかもう本当に事前準備しっかりしてくださってて、終了いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。いやめっちゃ楽しかった。楽しかった。はい、ということでね、先ほど、2日目の1戦目でした、寿司の対決が終了いたしました。まあね、ちょっと冒頭の方では、まあ、カレーもあるんで、それも撮影しようかと思っててお話をしたんですけれども、せっかくならね、やっぱり本編のガオーさんも見てもらいたいんで、カレーのね、本編に関しては、ガオーさんの方のみで、僕の方ではね、撮影を控えようと思います。まあ、十分ね、僕の動画の方でも楽しんでいただけるかなと思います。まあ、ぜひね、この僕の動画だけではなくて、ガオーを開催しているサムライティングさんの方でもね、本編の大会の様子を楽しんでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。